今回はギャンブル依存症ランキングトップ16です。いってみましょう。16位、お笑いコンビ平成のぶしこぶし徳井健太さん。相方吉村さんが破天荒なイメージのキャラクターですが、実は徳井さんの方がギャンブル好きで破天荒。これまで2000万から3000万円もの金額を損しているそうです。しかもそれだけ損しているにもかかわらず、ギャンブルをやめる気はないのだとか。特に競艇が好きで、かなりの額をかけているようです。そしてなんと自分のお金だけではなく、子供のお年玉にも手をつけていると。子供にとって数少ないお小遣いのお年玉、これが父のギャンブルに消えているのはかなりのショックではないのかなと。15位、お笑いトリオ安田大サーカスのクロちゃんです。パチンコが大好きで、様々なパチンコ番組にも出演しています。これは2017年のことです。安田大サーカスのヒロさんが脳出血で死ぬか死なないかの瀬戸際まで行った際に、団長がヒロが危ないとクロちゃんに電話をかけました。するとクロちゃんはまさかの返事、今パチンコ出てるんだよねという言葉だったそうです。この時のクロちゃんにとってはヒロさんよりパチンコの方が大事だったようです。水曜日のダウンタウンなどでクズキャラとして注目を浴びるクロちゃん、これはテレビの中だけではなくプライベートでも同じような感じなのかもしれません。14位、俳優阿部寛さん。ドラゴン桜やテルマエロマエで人気の阿部さんですが、仕事が全然なかった頃、パチプロとして生計を立ててました。もともとモデルとして活動していましたが、バブル崩壊で仕事が激変、生計を立てるためにパチンコを始めたようです。この頃阿部さんは月に20万円前後は稼いでいたようなので、センスや技術はあったのでしょう。そしてパチプロとして3年くらいが経った頃に俳優としての仕事が増えてきて、本気でパチンコをすることはなくなったようです。13位、東進ハイスクール林修先生。東京大学を卒業後、大手銀行に勤める銀行マンでしたが、このままではダメだと思い、なんと半年で退職。その後いくつかの事業に失敗し、大きな借金を抱えたままギャンブルにはまってしまったと。パチンコなどいろいろなものに手を出し、負債総額は1800万までに膨らみました。いつやるか今でしょうで一世を風靡した林先生が13位にランクインです。12位、タレント内山信二さん。芸能界きってのパチンカーと呼ばれるほどギャンブル好きで、パチンコとスロットが大好きなようです。また旅打ちと称して北海道から沖縄まで巡ってパチンコやスロットを楽しんでいるそうです。勝った時はご褒美にご当地グルメを堪能しているとのことです。11位、タレント三重春さん。大学時代にパチンコにハマってしまい、単位が全然取れなくなって、それが元で退学。退学になった後もパチンコをやめられず、大学に通うふりをしながらパチンコ屋に入り浸っていたそうです。その後バイトを始めてからもパチンコはやめられず、バイト代のすべてをパチンコにつぎ込まれていたようです。ちゃんと大学に行っていると思っていた息子がパチンコ三昧だったと知った時、親は相当ショックだったでしょう。そしてパチンコで作ってしまった200万円の借金は両親に返済してもらったそうです。現在はタレントや俳優として活動しているので、まあ借金はないと思われます。10位、歌手でタレントの和田アキ子さん。アッコさんはパチンコが大好きで、テレビでもたびたびパチンコ好きを公言しています。競艇や競馬などと違い、グレーな遊びであるパチンコを公営ギャンブルといい、一応は遊戯とされているパチンコをテレビでギャンブルと宣言してしまうほど。その発言後アナウンサーに修正されましたが、納得はいってない様子でした。歯に衣着せぬ物言いがアッコさんらしいと思います。9位、お笑い芸人椿鬼奴さん。やっこさんはお母様もパチンコが大好きだったようで、成人してからは親子でパチンコ屋によく行っていたそうです。さらにパチンコが好きすぎて、パチンコ雑誌の表紙を飾ったり、ホールを巡るツアーを自ら企画したりするほどのパチンコ好き。まあ芸能人の方はこういったギャンブル好きも仕事につながっていくので、結果良かったのかなと。自身のパチンコ依存症を仕事につなげるあたりはさすがです。8位、俳優藤原竜也さん。ギャンブルを題材にした映画「
カイジで主役を熱演する藤原さん、現実でも競馬やパチンコなど様々なギャンブルをされているようです。藤原さんはもともとギャンブルをしていたというよりはカイジで覚えたのがギャンブルを始めたきっかけだったそうです。自分の演じた役からギャンブルにハマってしまう、こういうパターンもあるんですね。これにファンの方からはリアルカイジというイメージを持たれているそうです。イケメンで抜群の演技力を持つ藤原さんが8位にランクインです。7位、フリーアナウンサー徳光和夫さん。イメージが大事なアナウンサーながらギャンブルをしている徳光さん、年齢を重ねてからも人気があるアナウンサーです。そんな徳光さんはこれまでギャンブルに10億円以上をつぎ込んだと言われるほどのギャンブル好き。稼いでるお金の大半をギャンブルに使っているのだとか。息子正幸さんは幼い頃に2倍にして返してやるからとお年玉も取られたそうです。その際は妻と口論になりましたが20万円を渡すことで丸く収まりました。子供からお年玉を取ることで口論になるということはギャンブルで子供のお年玉を使うことは悪いと思っていなかったのでしょう。6位、タレント坂上忍さん。麻雀と競艇が大好きなようでこれまで3億円以上の金額をギャンブルにつぎ込んでいるそうです。ギャンブル愛は強く仕事で稼いだお金の多くをギャンブルに注いでいる坂上さん、ある番組では過去にギャンブルで負けすぎて全財産が300円しかなかった時があると発言もされてました。5位、元衆議院議員浜田剛一さん。ラスベガスのカジノで4億6000万円という金額をたった一晩で失ったそうです。そもそも政治家のギャンブルは刑法で禁じられていたので海外で法律に反する行動を取った浜田さんに批判は集中しました。一夜で何億もの金額を動かそうとするあたり、ギャンブルに依存しているとしか言えないでしょう。政界の暴れん坊と呼ばれた浜田さんが5位にランクインです。4位、俳優六角精児さん。大学時代からギャンブルにハマっていたようで競艇、競馬など様々なものに手を出してました。六角さんは消費者金融や知り合いから総額1000万円ほどの借金も作りました。その後俳優業で稼いだお金で返済できたのはなんと40代になってからだそうです。そしてなんと収入の8割はギャンブルに消えてしまっていたのだとか。家賃を7ヶ月滞納したことがあると自分で語っており、相当ギャンブルにお金を使い込んでいたことがわかります。ちなみに今でも競輪や競艇は続けているそうです。3位、元力士高藤力さん。高藤力さんは精神科の先生からギャンブル依存症と診断されるほど。父親がギャンブル好きだったので子供の頃はギャンブルを毛嫌いしてました。ところが相撲部屋に入門後ギャンブルにはまってしまいました。特にオーストラリア巡業の際にカジノでなんと5500万円勝ち、味を占めギャンブルにのめり込むことになってしまいます。それからはあらゆるギャンブルをして給料の9割をギャンブルに、5億円もの金額を使ったと言われています。そして2010年には違法である野球賭博の罪で解雇、力士を引退することになりました。毛嫌いしたギャンブルにはまってしまい力士引退までになってしまった高藤力さんでした。2位、お笑い芸人青木さやかさん。ブレイクする前からギャンブルにはまっており、24時間パチンコのことを考えていたのだとか。一時は借金数百万円を抱え首が回らない状態に。ブレイクして死ぬほど働き、なんとか返済するも依存は治らず、むしろブレイクして時間がなくなりパチンコに行けないことを悲しむ始末。当時の彼氏とパチンコに行かない約束をしていたにもかかわらず、パチンコ屋さんから出たところで彼氏に遭遇し振られてしまったそうです。パチンコでは1万円が100円くらいに思うとも言っており、毎日5万円から6万円をパチンコに使い完全に沼にはまってました。当時は開店から閉店まで何にも食べずにずっとこう打ち続けることもあったそうです。そして栄えある第1位は、お笑いコンビ霜降り明星粗品さんです。粗品さんはギャンブル好きを公言しており、 YouTube でもギャンブルの様子を撮影した動画を上げてます。粗品さんは3日で700万円負けるなど
一度にかける金額が異常、そしてなかなか的中しないので粗品さんと予想が被ったら買うのをやめるという人もいるくらいです。お笑い第7世代のリーダー格粗品さんが1位でした。はい、ランキングをご覧いただきました。この動画を見てなんか面白かったと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマーク通知登録3点お願いします。あとおすすめ動画もあるので概要欄のチェックもよろしくお願いします。ではまた。ジャニーズ個人年収ランキングトップ30について、27位永瀬廉さん、推定年収2100万円。ビビ国宝級イケメンランキング2020上半期1位、そして